よくやった、若いスタワテイ。お前のその勇気ある数秒は、よくか悪くか、たった今このスターバックスのスコーンの運命を大きく変えた。チョコレートシャンクスコーン。あ、すみません。日本の待ってる友達に誕生日プレゼント買いに行くやつ。僕もともとはイギリスにワーキングホリデーで留学してたけど、今何もしてないと思います。そして撮影者アキラです。イギリスに2年間ぐらいいたんですけど、その時からずっと日本で待ってくれた友達がいたんですよ。 YouTube の相方がいるんですよ。そいつが誕生日ということで、明日それを買いに行くっていう、プレゼントを買いに行く、何しようかなっていう日です、今日は。はい、ってことでちょっとさっきスタバ行ってきたんやけど、店員さんいいね、素晴らしいですね。店員さんの接客素晴らしかった態度、うん、すいません撮影していいですかって言ったら、ダメなのよ。このアキラです。シュガードーナツですね。食べたことある？ない。スタバ店員なのに僕スタバ店員なのに、ない、元スタバ店員なのに。まあ現役でやらせてもらってます。これイギリスはない、日本ある、初シュガードーナツ。いただきます。飲むときも飲むし、あ、寝る。うわそんな、もうこれマリファナ入ってんじゃん。入ってねえよ、入ってねえよ、入ってる。ありがとう。ああ、お前、それは違うだろ。何してんの？すいませんでした。これ俺のやろ。すいませんでした。お前何してんの？スタバ美味しいですね。コスメ屋さん。今財布の中いくら？今ゼロ円。レレレレレレレ。動く。家庭の片紙でも取れる。ハンカチ。かっこいい。かっこいい。なんやあいつ。神様うるせえ、黙らせろ。なんか十字架しょってこうやってやっても神様なんだよ。ちっち神様を信仰してる方の、そう、何、車、そうが今なんかすごい騒い、ね、騒がれてる。太陽の光る。え、神様ってこと？どんな神様だ。わかるけどね、神様の偉大さ。まあ、だからあれじゃない、その今の若者にも浸透してほしいっていう思いを込めてるんですね、彼は。にしてはすごいアップテンポで流しましたよ。ツッツッツッ言っても、多分みんな、あ、別にいいかなってなる。あ、なるほどな。でも、ああいうドゥンドゥンって流すことって若者が、え、ジューカスドゥン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 、なるか、なるか。でも、イギリスでもいたんですよ。たまにポロポロの服した人がドアガッて開けて、一歩だけバンって入ってきて、お前たちは神様を信じるかい？って去って、店頭いらない。そう。店頭いらないもん。それが週1に、ま、必ず決まった時間に行くの。だからダイソーに行きます。あら、買おうかなって思って目星ついてるやつあるんですよ。でそれの先にラッピングをしたいので資材を買おうかな。買いましょう。ということで着いたんで、はい、あのポンドランドってやつあるんですよ。え、ポンドランドっていう、うん、ポンドランド銀行じゃなくて、それ100均みたいな感じ。あ、やっぱり日本の100均はマジでレベルが高い。あ、そうなんだ。いかついっす。へえ。あの、なんかさ、メルカリのさ、うん、ボックスであるやん、メルカリ用のやつ、うん、あれをさ、こう買ってさ、うん、すごいなんか期待値高める。メルカリで買ってるやんってなるよ。え？え？日本で OK って大々的に書かれてることある？初めて見た。あ、ジーザス、こんなんつけたら面白そうやろ。あ、エースケの誕生日に、うん、あ、お金あったらな。え、お金あったらつけたいな。え、あの、ちなみにダイソー100均だけど、うーん、給料日あとこよ。あれ、お金ない人が来るのよ。
お金なかったら100均来るね、本当は。分からんから、こういう時は聞きましょう。はい、まあ、英語で言うんやったら I'm looking for box、うん、とか for the gift とか、うんうん、言ったら伝わる、うんうん、まあ日本やったらな。この動画ね、J に向けてます。J に向けるな。J とか、うん、アレックスとか、うん、日本に来たいって言ってる人たちに向けての、うん、動画です。日本語で、うん、何々探してますは、うん、こう言います。それではちょっと店員さんの方、うん、どこ行きますか。ありがとうございます。いや、あの、なんでお前が片言なの。なんでお前片言なってる。片言なってるよ。お前もなってるよ。名前わかる。名前、チャルモンキャラムダ。急にビザ切れた。さっきまでバリ日本人やったのに急に国籍変えた、こいつ。あれやどれ。メルカリっぽいやつ。これなんでビザ切れてんの。ディスこれ僕は誰ですか。違う、それは国籍じゃないわ。僕は今から誰ですか。みんなは僕をいじめますか。人はみんな平等ですか。どこ、なんでわかる。領収書。なんでわかる。なんでわかった今。領収書いきますか。タコタマガーバ。はい、あっちにスタバあるらしいからちょっともう一回行こう。スタバは何と言ってもうん、そうそうそう、ワンマコーヒーってのあるんですよ。おうわ、ドリップコーヒーを頼むと次からは100円引きになったりとかするんですよ。イギリスでは知られてなくて、偏って知識を持ってる人もいるのよ。あ、ね、ワンマコーヒーいうのがあるらしいぞみたいな。で、一回あったのがあのベンティーキャラメルフラペチーノワンモアって言ってサラで食べるか。いや店長に聞いたんよ。キャラメルフラペチーノのベンティーサイズをワンモアで欲しいって店長言われたんやけど、これ どうしたらいいみたいな。でしたら店長はむちゃくちゃ真顔で、ドリンクバーではないからね。Not drink bar。 で今からあのスターバックスに行ってお手紙を書く。書きましょう。いやでもなんか嬉しいな、うん、僕言うたらこいつのために帰ってきましたからね。飛行機あるよ。うわこれ見て飛行機。思い出したけど、僕がイギリスから帰るときみんなに結構惜しまれてありがたい。言ったら泣いてる人もおった。バイバイって帰るやん。したら僕を雇ってくれたスタバの店長が飛行機の写真を送ってきて、これ君乗ってんだろう。うわっていう写真が俺まだ乗ってないのに来た。え違う違うやん。銀間違えてるじゃん。俺間違えてるじゃん。俺なんて言えばいいか分からんくて。イエスって。やっぱ休日とかもね、本当に大丈夫かみたいな、困ったことあったら言えよって言ってくれる人で、もうイギリスのお父さんだ。そうイギリスのお父さん。手紙を思い出したんです。スターバックスの僕の恩師がいるんです。おメッセージをもらったんです。手紙、それがこれ。これ書いてあるんですけど、これでありがとうって思ったんだけど、これ実はあの俺今スタバで働いてて、社員さんがねこれパッと、えみたいな、このカードプレイのやつですよ。手紙をね書く文化あるらしい、スターバックスは。あの自分がすごいと思った店員、書き合う文化らしくて、このカードはもうほんと昔の言ったらヴィンテージみたいな入ったカードで、すげえ、そうなんですかって思って、しかもなんか文めっちゃ書いてますやん。そうね、これなんて書いてるんですかって分からんくて、うん、なんかすごいみたいなこと書いてますね。なんで分からん。なんで分からん。読めないんですよ。なんで読めない。なんで。なんで読めない。チンタロウ。A great partner. If you keep and keep it going. まあ軟式テニスサークルの部長にやってみたいと思ってます。違うよ。ということで。来ました。This is Starbucks. Let's spectacular. Let's spectacular. 聞いたことない。汎用性あるものだと思ってない。別に。そんなないよ別に。よう考えたら。日本のさスタバ店員さんとか、ハワイに対してなんて返したらいいんですか。言われて、あ、それスペクタキュラーですよ。あ、そうなんですね。なんかドリンクあのお渡しするとき。
あちらでお待ちください何て言うんですか、うん、あそれでスペクタキュラーですよ、あそうなんですね、へえー、あじゃあハバグッテーと合ってます、うん、あそれ間違ってます、うん、なんて言うんですかスペクタキュラーです、違うよ違うよ、俺勝てるわ、何か言う、アメリカン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 、え、なんかフードいらんの、いいよ、なんでもいいね、シュガー行く、もう一回行こう、あれ行く、めちゃくちゃ面白かった、温めてもらっちゃう、できるんですか、任してください、じゃあ行ってきます、アイスのアメリカンの、はい、トールサイズ、かしこまりました、もう一つと、はい、あとシュガードーナツ、はい、ドリップコーヒーのショートサイズをアイスで、はい、アイスでお願いします、はい、本日お持ち帰りなさいますか、外で、プラスチックの車両で、お会計が1057円です、全部なしで、どう世界で一番、コーヒー豆がこうしてくる、アップルウォッチが買える場所が近くにあるんですよ、そうね、だからちょっとアップルウォッチを買おうかな、そうね、買おうか、今日に梱包しようかなと思います、削れ、え、うま、え、なに、うますぎて、うますぎて、うますぎて、あれあれ足が触れてる、うますぎて、うますぎて、うま、え、うますぎて膝を触れた、全然ジョングクになってた、ジョングク、うますぎて、なんでうまいな、はい、ということで、よし書きましょうか、書いていこうか、ペン1個しかないから、うん、これ友達もらったやつ、暗号にすんなお前。ペン持って何？うわ！あ、なんか、ペンある、ペンある。はい、ペンあります。おー、ありがとうございます。伝わるかエースケのその気持ち。よう考えてみて。エースケとの思い出って濃くない？濃いねー。エースケとの濃い思い出。うん。あいつって人をすごい笑わかす能力もあるし、あるね。一緒にいて一番楽しいんですよね。楽しいね。なんかエースケがいるとさ、場が和むよね。そう。なんか人を引きつける力があるというか、だからいろいろ思い出してくるよな。うん、思い出すね。ちょっと書くか、それを。それを書けばいいよね。要は簡単考えたら、なんだ、簡単やん。じゃあ。今からアップルウォッチ買いきましょう。いいね。あ、でもあれ、ちなみにだけど俺もうお金ない。え？お前に借りようと思ったの。え、俺ないから。え？お前に借りようと思ってる。え？お金ない。え、もしかしてさっきの梱包材で尽きた。エースケ幸せになる。四つ葉のクローバー。肩組右よ、右。